さあ本日は六月の十六日水曜日です。午後の七時になりました。さあ本日もほぼほぼ毎日配信しています。ラクタビ通信ライブ版今日ちょっと旅へ本日もスタートしたいと思います。拍手。<laughs> さあ今日はですね本来午後三時からお届けする予定でありました。このライブ配信ですけれども。 ちょうどですね、今、日のの午後に急遽の予定が入りました。今皆さんテレビのニュースや番組で SDGs という言葉、よく聞きませんでしょうか。今日ね、午前中にその教育旅行、まあ、つまり修学旅行に SDGs を取り入れてどのようなプログラムで京都を回ることができるか SDGs と言いますと、まあ、日本語に訳しますと 持続可能な開発目標と言いまして、まあ、どうやったらこの地球全世界が長く例えば平和であったり安心して食料が手に入ったり教育が行き届くかなど人間が長く長く生きていく中で持続可能な社会がどのようにしたら作ることができるのかその開発目標のことを国連の方で SDGs と定めまして。 2030年までにそれを達成するということででで今全世界が取り組んんいるプログラムなんですでこのような SDGs が今修学旅行の世界にも重なっておりまして、まあ、やはりね修学旅行といいますと学習学びですからただ単に京都に来るだけではなくてそのような SDGs のテーマを見つけながらまさに京都は千年の都として長い歴史がつながったということは まさに持続可能な社会がそこにあったということになりますのでもう SDGs というプログラムができる以前から京都は長くその社会を続けていく様々なポイントが歴史の中にも存在しているわけなんです人々の暮らしであったり季節と寄り添うような生活であったりまあ、まさにねこの京町屋もまあ、そういう SDGs にかなうような まあそんんんなな暮らしの文化がたたくさんこう詰まった建物なんです、まあ、ということで修学旅行の中で今もう教育プログラムに小学校中学校高校生でも SDGs について学ぶ教育がありますのでそれと修学旅行が今重なってましてねただ単に清水寺行く新京極でお買い物をする、まあ、それだけではなくてなぜ清水寺が 千年以上観音霊場として信仰を集めることになったのかなぜ新京極や錦市場などの商店街があってえ京都の暮らしにどのように関わっているのかまあそのあたりを sdg 図の観点からどう学んでいくのかそのあたりのプログラムをですね今作成しているんですまあその会議がざっとこの午後にもねちょっと展開されましたので急遽時間をずらしまして今 午後の7時からライブ配信を、ね、行っていいるととうことなんです皆さんも今もうね小学校中学校高校生でも SDGs について学んでいますので皆さんもしかしたらお子様やお孫さんの方がその辺り詳しくなりますからえ知らないのって聞かれますよ。2030年まで SDGs この言葉が、ね、よく出てくると思います。 つい先日の国の調査機関では日本国民の半分52%が SDGs について認識しているということでもう半分を超えてきたんですねあの。テレビ番組やニュースでもよく言葉は聞くんだけれども、まあ、実際具体的にじゃあ SDGs って何かと問われたら皆さんちょっとこう戸惑いますよね。まあ、そののあたり単語がこれからど、ね、どんどん出てきてき 昨年がね33%の認識だったんですがこのわずか1年で52%にまで一気に上がりましたので右肩上がりでこれからこの日本社会でも SDGs が叫ばれて特に企業活動会社のさまざまな生産活動や企業活動の中に SDGs がなければ今は投資家もその会社を応援しないというような動きになっています。まあ、そういうい中で 一つね大切なキーワードになってくると思いますのでそのあたりがね今教育の現場ですとか修学旅行にも及ぼうとしてましてねもう私たちも必死でそれを追いかけながら SDGs を学びながらまあその新しいプログラムのね開発などに携わっているということなんです、はい、そしてね今日6月の16日は皆さん何の日か知ってますか今日は平安時代来の伝統行事 過剰菓子の日日なんです今日これ、昨年のこのライブ配信をご覧いただきました方はそうそう、確か16種類のお菓子を食べるそしてお菓子を食べることによって無病息災を記念する日ということを昨年、ちょうど1年前のライブ配信でもたっぷりとお届けしたと思うんです。あの屋さんの 過剰菓子のセットをね皆さんにもちょっとお店をしてお菓子を食べると今日はいいんですよお菓子を食べて健康を願いましょうそのように皆様にもお伝えをしたのがちょうど1年前でしたあっという間の1年ですね今日はこのお菓子を食べて無病息災を記念するという過剰菓子という伝統の日なんですよでこの 過剰これはですね今から1,100年ほど前の平安時代ののの初めの頃の元号なんです今は令和という言語ですが西暦848年からこの言語としてはこれでね「過唱」と読んだり「まあ、過剰と読んだりするんですがとにかくこのね 過場という言語が西暦八百四十八年六月の十三日から始まってるんです。で、この前はね、実は上和という言語でありまして、上和から過場へと言語が変わった。これが六月の十三日で、その三日後、宮中では十六種類のお菓子を並べ、六月の十六日なので十六日なんで。 16種類のお菓子を食べて無病息災を願うという「過剰」という言語の時に始まったお菓子を食べて健康を願うという儀式ですからそれ以来「過剰菓子」と呼ばれるようになりましてね言語が言語が年中行事の名前にも今刻まれているということなんですよ。でちょっとねこの言語を見てくださいよ。 今は令和という言語であったり一つ前は平成昭和大正などさまざまな言語が我が国の歴史の中では受け伝えられていますけれどもこちらがね西暦848年の6月の13日から始まった歌唱または何と,となくねこう漢字を見るとおめでたいと思いませんかねえ。 喜び珍しい素晴らしいまあそんな意味があって「過剰」という言語になっておりましてねこれ実はねなんでこういう言語になったかといいますとこの直前今の九州大分県今も流れる大分川で白い亀が見つかったんです。白い亀で白いは昔から 神聖なる神様の生き物乗り物ともされてましてつい先日の上賀茂神社でも白い馬神芽神様の馬がね白い馬で神様の乗り物として大切に人々から崇められていたりしていました白というのは神聖なるものを意味しまして九州大分川で白い亀が見つかってそれが時の天皇のお耳に入ってそれは。 素晴らしいことである。ということで上和から過剰へとおめでたいことがあったからそれを記念しておめでたい元号過剰へと変わったんです。これが旧暦の6月の13日のことでその3日後が今日旧暦の6月の16日お菓子を食べて 健康を願うううとといい菓子という伝統になっているんです室町以降武士の間でもねこの「叶菓子」の伝統行事は大変熱く信仰されまして特に江戸時代徳川将軍家の江戸城においては大広間に2万個近いお,お,お菓子がね並べられましてね、まあ、2万個並べられる大座敷があるというのがすごいんですけど天下の大将軍徳川将軍家から お菓子をいただいて各大名たちが無病息災を記念するというそんな儀式にまで発展しておりまして今でもそのために6月の16日は日本全国和菓子協会の和菓子の日と制定される今日はそんな記念日なんですよあまだお菓子今日食べてないという人はぜひ今日こそ今日だけは今日はもうお菓子を食べた方がいいんです どんなにダイエットしていても今日はお菓子を食べて無病息災を記念する日ですからぜひね今日ちょっと晩ご飯の後にデザートを食べるなど平安時代の1150年前の伝統を受け継いで今日皆さんのご自宅でも過條菓子行って頂い,いたらと思います。まあ、16種類食べるのはは大変ですから、ね、今はですすかかららね今 足し算すると7 7種類のお菓子を食べるという伝統にもなっていますのでまあ、16はちょっと大変ですけどね7種類とか7つ食べていただいたりするのもいいのかなと思っていますぜひねまだ6月の16日今日はあと5時間ありますからその間に過剰菓子の伝統を皆さんも行って無病息災これからまだね本格的な暑い夏がやってきますから その暑い夏を無事に越せますようにとお菓子を食べて記念をねいただきたいと思います、はい、さあそれではね今日も今日ちょっと旅へということでどこかのお寺どこかの神社へと遠くで旅をしてみたいと思いますさあそれでは恒例となりますがこの箱の中に今日の旅くじが入っていますこのくじを引くことによって本日もどこかのお寺どこかの神社へと 旅をしてみたいと思いますそれでは行きますくじ取り式ですさあ行きますよ本日のトークテーマこちらの旅くじにしてみたいと思いますそれでは続きましてこの旅くじの中身を改めるくじ改めですまずは私が確認をしまして皆様に1つ2つ3つとヒントを出していきます 皆さんはそのヒントを聞きながらあそこのお寺かないやあそこの神社じゃないかななどぜひヒントから考えながら聞いていただきたいと思います。分かったという方はぜひコメント欄に「なんとか寺」「なんとか神社」と書き込んでさあどれぐらい教頭を知っているか腕試しをしていただきたいと思います。 それではいきますくじ改めですまずねちょっとさっかさまで,で で皆さん出ました久しぶりの久しぶりの当たりくじになります本日の当たりくじはプレゼントこちらです紫湯オリジナルタオルですさあこれね何名様ちょっと抜けてますけども3名様にプレゼントになりますさあ皆さん覚えてますか もう2ヶ月ぐらい前ですが京都市北区紫湯温泉の方にお伺いをしまして男湯の銭湯を前にこの京都に残る数ある歴史ある銭湯の中で紫湯さんの方からライブ中継をさせていただきましたその時にね紫湯おっと今ちょっとねまた一瞬カメラが飛んでいきました 紫湯さんから中継をしまして紫色のオリジナルタオルを頂戴しましたお一人様もうご家族みんなで使ってくださいということで3枚オリジナルタオルをお届けしますのでぜひ3枚ワンセットで3名様にこのオリジナル紫湯さんの タオルをプレゼントしたいと思いますのでどしどしとご応募くださいそれでいきますよこの川村さんタオルあるかなちょっとねせっかくなんで現物を <laughs> お持ちできればあのねこっち側の棚の中に紙袋の中に入っていると思います今ちょっとね わかるようなら現物をね持ってきてもらおうかなということであの当日はね私も一ついただきましてねでまたあのそのタオルを持って銭湯行きますということでありがとうございますすいませんこちらですこのちゃんと皆さんのプレゼントなんでねこのビニールに入ってますが紫湯と書かれましたオリジナルタオルこの3つ1セットでお一人様かける3名様で 全部で9つ9つのタオルをいただいてまして3名様にプレゼントをしたいと思いますのでぜひこれから京都の銭湯いろんなところに回ってみたいそういう人はぜひ、ね、このタオルをゲットしてなかなかこれね目立ちますから紫湯さん以外でこのタオルをねパーンこう肩に担いでいくとねあ敵が殴り込んできたと、まあ、その敵ということはないんでしょうけれども。も ほ他のところの銭湯のオリジナルタオルというのがすぐ分かるかもしれませんけれどもまあでもいいと思いますよ、京都の銭湯は皆、仲が良くてみんなでその銭湯文化を受け継ごう銭湯文化を盛り上げようということで頑張っておられますのでぜひ皆さん、このタオルを手に京都の銭湯巡りを行っていただきたいと思います。ライブ中継の時にはは京阪電車そして今は 京都市観光協会の方で京都三大祭りなどを手掛けておられます藤森さんにご登場いただきまして以前京阪電車祇園市条駅の観光案内所の一緒に立ち上げをした藤森さんでした銭湯大好きということで藤森さんのお力添えで紫湯さんからの特別ライブ配信をねさせていただいた経緯がありました藤森さん当たりが出ましたよ今日という。ことで さあ皆さんプレゼントオーバーはこちらです。さあこのプレゼントぜひ欲しいという方は、当たり at mark rakutabi dot co dot jp、当たり at mark rakutabi dot co dot jp、こちらにまでメールをお送りください。紫色タオル希望と書いたメールをお送りいただきまして、そのメールには氏名、住所 電話番号そしてて好きな4桁の数字を書いいくださいこの4桁の好きな数字で明日抽選を行いますのでその4桁がないと当たりが皆様に舞い込むことはありません。4桁の数字を忘れずにそしてね是非ライブ配信を見ているこの感想文などもちょっと加えてお送りいただくと特にそれで当たりやすくなるということはないんですけれども。<laughs> あの私たちがちがょっと嬉しい ね、心にハートに元気をチャージしたいと思いますのでぜひ感想文なんかもちょっと付け加えてお送りをいただいたらと思います。ということで本日の深夜12時深夜0時までのご応募となりますのでぜひ皆さんどしどしとご応募いただきたいと思います紫温泉の銭湯のオリジナルタオル3つ1セット3名様にプレゼントしたいと思います。 出ました久しぶりに当たりくじー <laughs> ということでねもう結構これで時間がきましたのでもう今日はねもう歴史トークは過剰菓子のお話ということで当たりくじの日ということでね今日はこのままもうライブ中継今日のトークはここまでとなります。さあもう1回ね当たり アットマークラクラトジ .co.jp 深夜0時、12時までにメールを送りいただきまして紫温泉のオリジナルタオルぜひくださいと書いてねニックネームなども書いていただいても結構ですまあ今回はね郵送しないといけませんからお名前、住所、電話番号4桁の数字でぜひご応募いただきたいと思います。さあそれでは このままの勢いで心にハートに元気をチャージする合言葉で締めくくりたいと思いますさあ皆さん合言葉はきっともっと京都を好きになるこの好きになるというとことで皆さんも大合唱いただきまして手にはハートマークを作って京都から今日もたくさんの元気をお届けします 皆様からもたくさんの元気を京都にお届けいただきたいと思いますそれではいきますきっともっと京都を好きなるということで本日はちょっと時間をずらしまして午後の七時からお届けしました楽旅通信ライブ版今日ちょっと旅へ 明日も時時時間は夜の7時19時からお届けしたいいと思います明日はその後7時半から私が担当する楽旅大学校オンライン講座がありますのでぎゃっとこう濃縮版でしかもね明日は、ね、抽選もしないといけませんからかなりの凝縮版でお届けすることになりそうですけれどもぜひご期待をいただきたいと思います。 本日の深夜0時までに皆様、タオルのご応募ね、お待ちしております。これからね、暑くなりますから、京都の寺神社参拝をして、ちょっと銭湯に立ち寄って、ぐいっと、20日で緊急してあげれば、ビールが飲めるかもしれません。銭湯で一汗流して、家路に帰るのもいいんじゃないかと思います。ぜひこのタオルのご応募、お待ちしております。ということで、本日も皆さんご視聴、 ありがとうございましたそれではポチーッと消したいと思いますまた明日